明日の北日本ですけれども、再び雨の範囲が拡大をしていきそうです。予想天気図見てみますと、こちら日本海の北部にですね、低気圧が進んできます。これまた上空に非常に強い寒気を伴う低気圧でして、広く大気の状態が不安定、ざっとした強い降りにもなるところ出てきそうなんです。こちら寒気のですね、動き見ていただきますと、一旦ですね、昨日このように強い寒気が入っていたものが東の方に抜けていきました。ただしですね、今日は一旦落ち着いているんですけれども、明日にかけてまた西の方から強い寒気が降りてくるといったことが予想されます。地上と上空の気温差が非常に大きくなって、大気の状態が不安定になる、こういったことが予想されます。雨の範囲ですね、見ていただきましょうか。こちらが明日の朝なんですが、今夜以降日本海側ですね、東北雨の降り出すところが出てきます。でさらに明日の日中なんですけれども、この雨の範囲、日本海側広い範囲に拡大をしていくといったことは予想されます。で特にですね、北陸から東北の日本海側で、さらに夜にかけては北海道の一部にも雨雲が拡大をしていくといったことが予想されます。で特にですね、この日本海側、より大気の状態が不安定になって、雷を伴って強く降る可能性があります。あられや突風にもお気をつけください。以上、北日本の明日の天気についてお伝えしました。